15日で1人19万8千円が8名の方に制約していただきました。素晴らしいですね。皆さんがやってるような注目を浴びるような一言。皆さんこんにちは。こんにちは。今回はですね、サロンオーナーのあさみさんがオリジナル講座作成2週間で158万4千円をですね売り上げた秘訣についてねお伺いしていきたいと思うんですが、本日はお願いいたします。よろしくお願いします。ではお名前は吉野あさみですね、はい、現在の業種ですね、職種を教えていただいてもいいですか、はい、女性専門のボディケアエステサロンを経営しています。店舗経営もされていらっしゃる傍ら、実際にサロンさん向けの集客の講座であったりとか、そういうのもされていらっしゃるということですね、はい、弊社のね学科入学されたきっかけ、こういう SNS 系のねスクールとかコンサルティーもものすごい多いと思うんですけど、弊社 SYK 選んでいただいたきっかけってどういうあたりでしょうか。インスタグラムはなんとなくやっていたんですよ、うんうんうん、以前コンサルお願いしていた方にお任せしてやってもらっていて、でも全く1年間運用してもらっても何もアクションがなかったっていうことがあって、これは自分でやらなければいけないなとは思いつつも、ずっと放置していたところにインスタグラムですごい成果を出しているところがあるということを知って、これをきっかけに私もちょっとインスタグラム本格的に真面目に取り組もうと思って持ち込みました。そうなんですね、ありがとうございます。次にですね、入学前と後の状況を聞いていきたいんですけど、入学前って実際どうでしたか。店舗もやられながら講座もね作っていきたいって感じだったと思うんですが、その時の売り上げであったりとか、その SNS 集客面ですね。基本的に私 SNS アレルギーなんですよ。プライベートでもやらないってことだから、ちょっとやってるっていうぐらいだったので、うんうん、たまたま私はサロンとかも口コミとかクーポンサイトを最初だけ利用してうまく回せていたので、店舗経営では SNS がそんなに必要がなかったからこそ避けてきてしまったんですけども、うんうん、いざ講座をやろうと思った時に、ご近所さんにターゲットになるサロンオーナーさんいるわけではなかったので、うんうんうん、店舗集客とはまた全然違う、どうしようと思って慌てた感じです、うん、こういう方すごい多いですよね。店舗の方でね講座をやっていきたい、でも全国に証券を広げてやっぱ集客していかないといけないと。入学されてからその後大体どれぐらいの期間で売り上げがいくらぐらい上がったか教えていただけますでしょうか、はい、入学して次の日ぐらいにご相談させていただいて、15日で1人19万8千円が8名の方に制約していただきました。素晴らしいですね。2週間弱で19万8千円が8名なので、合計で154万8千円ですかねの制約を上げられているということで、素晴らしいですね。実はこれ入学されてからまだ講座開講がね3月なので、講座始まる前にもね成果が上がってしまっているっていう初回コンサル後にですね、今日動画見てくださっている皆さんも実際にね、あさみさんのインスタグラムどういう風に運用されているのかだったりとか、あとはそこの販売の方法であったりとかね、そういうところもちょっと知りたいという方多いと思うんで、実際にあさみさんのインスタはねこちらにちょっと今表示をさせていただきました。今1600人フォロワーがいらっしゃっていて、理想のお客さんはどんどん集まるサロン経営コンサルタントというコンセプトで発信をされていらっしゃるということなんですが、今インスタグラムね結構統一感を保たれてた形で発信されていますが、何かあさみさんがインスタで意識されているところもあれば教えてほしいなと思うんですが、プロフィールはとにかく大切だっていうのがあったので、それもご相談させていただいて、初回コンサルの時にまずそこを固めようと思ってアドバイスをいただきました。プロフィールめちゃめちゃ重要ですからね。多くの人って結構インスタグラムやるときに投稿がどうのとかコメント周りがどうのっていう風にやる人多いんですよね、ストーリーがどうの。でもコンセプトがちゃんとできてなかったら、いくらやってもフォロワーの上限が決まっちゃうから集客できませんと。そこをしっかり固めていただいて、本当に綺麗にね今作り込まれてると思うんですけども、コンセプトの中にも特に差別化コンセプトっていうところですよね。あさみさんならではの売りっていうところをしっかりと出していきながら、プラスあさみさん自身のストーリーですよね、人柄をしっかり出していくっていうところがねうまくいってるのかなと思うんですが、次には投稿の内容とかですね、投稿の画像の作成どうやって作ってるのとか、タイトルで意識してるポイントとかも教えていただきたいと思うんですが、動画のどれを見ればいいんですかっていうことをもうダイレクトに聞いて、あ、初回コンサートで、まあ、入学までの間にコンテンツサイトがございますから、はい、そちらの方で動画を見ていただきながら、はい、最初はもう自分の頭で考えないっていうのがね非常に重要だったりしますので、その方がとにかく早く作業が進むので、非常にねタイトル作りもうまいなと思っていて、一生困らないサロンの作り方興味ありますかとか、あさみさんのターゲットの方はサロンの方で集客をしたいという方なので、サロン集客とか集客に困らないっていう、そういうメインのねキーワードをしっかりと入れてあげる、これがねしっかりできてるかなと思いますね。あとはあさみさんのね投稿を見ていただくと、集客は準備が9割ですよっていうところで、コンテンツのキャプションの内容もね文章でしっかりと作り込まれてねいらっしゃると思うので、こういった形でためになる情報をね発信されていると。ではね次にちょっとインスタグラムから LINE アットに誘導する際に、あさみさんの場合もねプロフィールからここのリンクを踏んでもらって LINE 誘導っていう形にやってるんですが、このプレゼントタイトルですよね、あさみさんの場合では一生集客に
困らないお客さんに愛され続けるサロン作り三大特典というね、このプレゼントタイトルっていうところもどういうふうに意識して作られていたのかとか、そういうところもありますでしょうか。コンセプトに基づいて自分自身でタイトルを作ってアドバイスをいただきました、うん、客観的に見てどうなのか、うん、コンセプトからずれていたりしないのか、ターゲットの人に伝わりやすいのかということでアドバイスをいただいて今の形に変えました。弊社からね、添削みたいな形でね、うん、させていただいて、はい、まあ、こういったねプレゼントタイトルができましたということなんですが、動画見てくださってる方でもプレゼントタイトルに関してはある程度ボリューミーっていうのがね一つキーワードになってくるかなと思っていて、一昔前とかだったら何々のシートとか何々の動画だけでもね、うん、リスト取れた時代がありましたけど、今そういう人はありふれてるから、プレゼントでもライバルに引けを取らないぐらいのボリュームのある量、そして魅力的なねプレゼントタイトル、そのプレゼントタイトルをお金払ってでも欲しいと思われるかどうかっていうのを客観的に判断してそういうタイトルをつけていくというところですよね。実際にあさみさんのこのプレゼント内容って PDF ですか、動画ですか。 PDF です。あさみさんの場合は PDF でね作られていらっしゃるということなんですが、 PDF でプレゼント作るのね、いや結構大変そうだなと思う人いると思うんですけど、結構簡単ですよね。意外と簡単です。私はキャンバで今回全部作りました、ね、女性がターゲットなので文字がボリュームあるよりもイラストとか画像が入ってる方が読みやすいっていうのがあったので、うん、キャンバを使いました。ワンポイントなんですけど、プレゼントの内容を作る時も PDF でただね無機質なものよりは、例えば女性向きだったら絵が入っていたりとかする方が見た後の満足感っていうのも結構違ってくるので、プレゼントもねしっかりとちゃんと作り込んだものを渡してあげるっていうのがね、信頼を構築していく上のねファーストステップとねいう形になりますので、では次にですね、あさみさんが今回約20万円のサービスをですね8件制約した際にどういう風な LINE の配信をね構築していったのかっていうのも聞いていきたいと思うんですけど、 LINE の配信ではどういうポイントを意識されてますか。すでに LINE に登録されてた方向けに今回どういう反応があるかなっていうことで、集客をとりあえずかけようかなと思った時に、今まで LINE の方も私運用していなかったので、うん、いきなりセールスとかになってしまうと引いてしまうので、どういう投げかけがいいのかなっていうことで、皆さんがやってるような注目を浴びるような一言、これは例えば LINE の配信文で言うと1文目のキーワードです、ね、1文目です。注目浴びる一言ということなんですけども、実際その配信とかではどういう風な配信をされていらっしゃいましたか。最初に注目を浴びるような一言、うん、いつもと違うようなフレーズで送って、でとにかく見てもらうっていうことを心がけて、うん、その後に今こういうものがあるんだけど興味ありますかっていう問いかけをして、うん、興味ある人はスタンプ送ってくださいっていうことをやってみました。興味ありますかとかね、興味ある人はスタンプくださいっていう、この配信一つとっても、これもうちのテンプレの一つなんですけども、興味ありますかってあるに決まってるんですよ。あるに決まってるけど、あえて興味ありますかって発問することによって、できるだけアクションを取ってもらうとか、そういうことによって信頼関係をね早く構築することができるので、返信がすごいやっぱ来るようになりますし、あとスタンプをくださいとか一言メッセージくださいとかアクションを促すっていうのもすごい重要ですよね。マーケティングで一番重要なのって見込みのお客様とのそのコミュニケーションの回数と質と量なんですよね。だからこそ本当にスタンプ1個のやり取りだけでもしっかりとこっちにコミットしてもらうとか、お互いコミュニケーションを取るっていう段階を踏めば踏むほど制約率がどんどん上がっていきますので、こういったね配信っていうのは皆さんも今日からねぜひ参考にしてみてほしいなと思いますし、あと第1文が重要っていうのは僕もよくねやったりするんですけど、定番なのは今ちょっといいですかとか、僕はやらないんですけど面白いなと思ったのが多いってやつですね。1文目多いって書いてあるんですよ。ヤッホーとかですね、なんだなんだと思って開いちゃうじゃないですか。やりすぎ NG なんですけど、今晩空いてますとかですね、すいません大変申し訳ありませんかみたいな、なんだなんだみたいな、開いてみたら普通に文章始まるみたいなねとか、そういうのは結構キャッチーだと思いますね。まず開いてもらうっていうのがすごい重要。実際その商品を販売していく流れっていうのは個別相談ですか、それとも Zoom のセミナーなんですか。個別でやる方が得意なので、うん、本当は個別のワンデーセミナーにしようと思ったんですけども、それもアドバイスをいただいて、うん、今はワンデーセミナーっていうフレーズが多いから、うん、勉強会にしてみたらいかがですかっていうアドバイスをいただいて、今回勉強会にしました、うんうん、みんなセミナーやってるから、勉強会とかチャレンジとかね、そういう切り口で変えていくっていうのも一個手ですよね。あさみさん本当にねコンサルで何回も質問いただいてね、しっかりすり合わせをしていただいたからこそね、最短で成果やっぱ上がっていらっしゃると思うので、あとは個別で Zoom もしくはお電話とかで最終的に興味がある方に対して商品をご提案してご契約をいただいたと。そうですね、最後さらっと、素晴らしい、さらって制約されたっていうところですよね。19万8000ですっていう提案をした時に驚かれなかったですか。それもここでの最初の勉強会参加した時の参考にさせていただいて、うん、今までは価格を下げてっていう提示方法だったんですけど、2つのコースを作って、でちょっと高いプラチナコースじゃないけども、うんうん、そういうのを作ってメインの方がお得だよね、とりあえずこっちだよねっていう風な流れにしました。比較検討っていうやり方ですよね、はい、小畜梅に分けるっていうね、はい、皆さんもコース1つよりも2つにした方が、1つだとね買う買わないで 50% ですけど、2つにすると A にするか B にするか買わないっていうので、買わない確率を 33% 以下に抑えることがねできるっていうやり方があるんですけど、そこもねしっかりとモデリングをしていただいて、浅見さんの場合もね実際制約をされていらっしゃるというところで、今日はねインスタ集
客、そして LINE の配信とかね、商品の提案の仕方とかもね、結構すごい参考になったんじゃないかなと思うんですが、最後に浅見さんの今後の展望とかもね、ちょっと聞いていきたいと思うんですが、今年達成した目標とかですね、もしあれば。今の講座は最終的に50万ぐらいにして、自動集客化はやっぱり目指していきたい、うんうんうん、最初はねやっぱり SNS をやって、もちろん忙しいけど乗り越えないといけなくて、でもそれを超えてきたら、あとはね働く時間が減っていくけど収入は上がっていくみたいな、そういうオーナー型のねモデルに切り替えていくのがいいと思うんで、そこの自動集客化っていうところを目指して2022年は構築していけたらということですね、はいはい、ということで今回入学15日間で154万円売り上げたですね、あさみさんからいろいろねポイントを教えていただきましたが、あさみさんの LINE アットもですね、リンクも下のね概要欄に貼っておきます。あさみさんの LINE の配信もね、今日見ての通り非常にね上手ですので、いろいろ参考になる点あると思うんで、ぜひね概要欄から登録しておいてほしいなと思いますし、今だけですね一生集客に困らなくなる、お客さんに愛され続けるサロン作り3大特典っていうね PDF も無料でいただけるということなので、あさみさんどういう感じでプレゼントを作っているのかなとかもね非常に勉強になると思うんで、ぜひ参考にしていただけたらと思います。ということで、あさみさん本日はお時間いただきねありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、皆さん今日もね動画最後までご視聴いただきありがとうございました。私の LINE ではこちらに出ている豪華7大特典っていうのを今だけプレゼントしております。実際弊社がインスタグラム累計100アカウント以上運用してきた中で体系化した、今最新の最も熱いインスタグラムを使ったノウハウの講義動画や、 LINE アットの配信で制約率を2倍3倍と高めることのできる配信のテクニック系の動画、そしてうちがですね3年間で累計8億以上の売り上げを作ってきた、そのマーケティングのね本質をまとめた累計150分相当のですね動画講義っていうのをね無料でプレゼントします。さらに今だけ弊社をね出させていただいている書籍、こちらもね無料で受け取ることができますので、興味ある方は下の概要欄から今すぐ LINE で登録いただいて、プレゼントもねゲットしてみていただければなというふうに思います。そして私の YouTube ではですね、日本一実践的で分かりやすい SNS の集客に役立つ再現性の高いノウハウを日々配信しておりますので、非常に重要な情報を見逃さないためにもですね、今すぐぜひチャンネル登録もポチッと押していただけたら嬉しいなというふうに思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。